クスノキ・ツキ氏は中華人民共和国厚生省、与春氏に位置する研究士。クスノキ・ツキ氏は、河北省の暗黒、暗気省の白州と並び西ニエより、薬ととして名高く、薬の製造及び流通の中心で、薬不可クスノキジュフレートの言葉もあった。中国十三大薬パンの一つで、漢方薬の縫製の主要流派の一つ、クスノキ・ツキ法の作る、 漢方薬は重宝されていた。現在も製薬企業やバイオテクノロジー企業が立地する。厚生省中部の陽湖平原の南縁に位置する。地域の東南部と西北部は産地丘陵が中心で、中間の高沿いと塩水沿いには平野が広がっている。塩水は地区の西で高に合流している。地域内の暮れ状況では昭王朝と同じ時代に、 商高流域で栄えた都市遺跡が発掘されており、この文化は、呉れ城文化と名付けられている。市の中心部はかつてクスノキと呼ばれ、孔と塩水が交わる水運の中心であった。交通が便利なことから、商業の中心地であり、漢方薬の材料の交易で栄え、製造でも名を馳せていた。京都区町、暮城鎮、川口鎮と合わせて、 後世四大名鎮の一つに数えられたこともある。新代には、楠木の木い鎮は、新赤県の地所で、赤王と呼ばれた。随代には、県地が南にある、現在の神奈川鎮へと、千里、赤日は、清江鎮と改名した。南東の昇る元二年、高安県のうち、県安、修徳、新赤の学問熱心な三里を分離し、清江県を設置し、その中心を、 小名だちにおいた。清江鎮は、楠木の林の中にあったことから楠木一キ・イと改名された。北総の潤化3年、清江、新赤、新湯の3県に林光軍を置き、清江を深く県首とした。元は林光路に改め、名は林光府都市、清市も民の地方制度を継承した。百四十九年六月十九日、清江県は、 人民解放軍により解放された。県人民政府はクスノキ・イツキチンに置かれたが、7月15日に臨港地にへ移り、1950年3月27日に再びクスノキ自治に戻った。1988年10月26日、清江県及びクスノキ・イツキチンは廃止され、クスノキ・イツキ氏が誕生している。送信後期や太平五乱によれば、 三国時代の呉の将軍の城ともの夜、車白緑、中楠の鬼滅会の故事から楠の木五木鎮には、四河河河奈などの別名があるとされる。東南に軍用空港がある。古今線が市の中心部を通り、楠の木五木駅が設置されている。また京急線が市域の東南部を通過しており、楠の木樹東駅がある。河が市域を貫いており、 古来から交通や水運に利用された。市区には高鉄大橋と高路大橋がかかっており、その中間に加工が設けられている。楠木の樹には古くから漢方薬の材料を扱う市場があり、現在も中医薬の取引の中心であり、毎年薬公開という催しが開かれる。楠木のき樹製薬所や任賀グループが主な製薬企業である。また、 酒造りや岩塩採掘も行われる。高性苦の基礎陣。ありがとうございます。